ウルは・ルルシーはアメリカ合衆国入りの一周ノースブルックに本拠を構え試験、検査及び認証を行う企業認証企業として世界10位前後の規模を持つ材料、部品、装置、道具類などから最終製品まで機能と安全性の企画基準を設定し同時に評価方法を策定実際に評価試験を実施するこれらの試験に合格した際には ウル認証マークの使用を認める。ウルは試験対象となった製品等について何らかの保証を行っているわけではない。サンプルを評価し安全規格を満たしたものについてそのサンプルが製品の形状や構成と相似している場合に限って合格を示すマークを表示する認可を与えている。ウルはマークを発行したリストを管理し提供することで利用者に 材料や製品などの検査履歴を知らしめる役割を果たしている。かつては、アンダーライターズ・ラボラトリーズ・インクという名称の非営利機関であったが、2012年に現在の社名に変更され、営利企業となった。シカゴ・バンコク博覧会において、トーマス・エジソン発明の電球が初めてシカモ・タ量に使用されることとなり、保険会社が電気技師のウィリアム・ヘンリー・メリルを派遣し、 安全性の確証を得るためのリスク調査に当たらせた。メリルは1894年にデラウェア州法にのっ,とって火災保険業者電気局を設立し、電気製品の普及拡大を背景に事故を防止することを目的とした検査の項目や試験方法の立案と実施を開始した。以後、アメリカ最古の安全企画開発機関として対象を拡充し続け、 自治体や州から連邦に至る公的な認証と扱われている。そのため、任意の認証制度ながら、アメリカ向けに輸出される原料や製品を製造・販売する国や企業もウルの認可を必要とし、現在ではその認証は世界中で使用されるものとなっている。それに対応してウルも世界40カ国以上に事業所や関連企業を構えている。 電気機器及び製品を対象に活動を開始したウルは、今や産業機器や、機械類全般、自動車部品など広範囲に及んでいる。また、化学物質についての評価においても広く活用されている。ただし、設立時からの視点として、安全が重視されており、火災防止や事故及び、盗難対策、防弾直帰や人命救助関連製品などに力点が置かれている。 ウル認証は申請によって評価が行われる。申請を提出した者は製造者情報を添えて、製品、または規定された製品のサンプルを提出し、ウルが実際に評価を行う。ウルから認証を得た試験機関がウルの代理で試験を行うこともできる。この製造者とは製造工場を指し、一企業が複数の工場を有している場合や、 製造工場の新設を行う場合には、その都度変更申請を提出する必要がある。申請を受けたウルは規定された試験を実施し、ウルは合格した製品に対しウル認証マーク表示の許可と共にウルリストへの記載を行い、フスプロシージャと呼ばれる製造許可証券検査手順書を製造者に対応する。その後、フスプロシージャに登録された対象製品の製造工場は、 基本的には、事前予告なしで、ウル代表者における、工場検査を定期的に受けることになる。リスティングマーク、最終製品に表示される、レコグナイズドコンポーネントマーク、部品、部材に表示される以下に、一部のみ表示、グローバルテスティング、インスペクションセルタフィケーション、マージャース・アライアンス、2017年10月2日、閲覧、 http://cio.com w w w アーティクル240万40 cio ロールハウィットヘルプドシェイプル S ニュービジネス ストラテジー、html-http コロンスラッシュスラッシュ pbadupws.nrc.gov スラッシュ docs スラッシュ ml1134 スラッシュ ml113460925.pdf ありがとうございます。